岐阜市にあるふれあい福寿会館。その10階に岐阜県の中小企業を支援する中核機関、岐阜県産業経済振興センターがあります。企業の支援や技術開発だけでなく、助成金の申請や設備の貸与といった公的支援制度を幅広く提供しています。そしてフロアの一角で運営するのが、去年6月にスタートした岐阜県よろず支援拠点。文字通り中小企業や小規模事業者のさまざまな経営相談に乗る窓口で、国が2014年度から新たに始めた事業です。この日も県内の中小企業の経営者が相談に訪れました。なかなかやっぱり難しい、売るというのは難しい。新聞社のクラブありますもんね、はいはいはい、ああいったところでレックする、はい、これですと記者さん、はい、ちょっと注目してもらえるので、あ、はいはい、面白いかと思います。多岐にわたる専門家を軸に、ワンストップであらゆる経営課題の解決策を提案しています。多様な方々にですね、なるべくその伴走型といいますか、寄り添うような形で指導を進めていける、いろんな行き違いもありましょう。でもそれを超えて一番いい方法を見つけて、最終的にやっぱり企業が元気になって、それがまた岐阜県の産業につながると。よろず支援拠点は経営者の頼れるパートナーとして中小企業と日々向き合っています。よろず支援拠点を6人のサブコーディネーターとともに取り仕切るのが、経営戦略の専門家、三輪智夫さんです。中部経済圏の中小企業の支援を行う民間のシンクタンクの経営者でもあります。この日、三輪さんが向かったのは岐阜市の樹脂加工製造会社タナック。シリコンの加工やシリコンを使った製品の販売などを行っています。社長の棚橋さんが三輪さんに披露したのは、医療教育の現場で外科手術の訓練に使われる模擬臓器。生身の人間に限りなく近い感触と構造を実現したといいます。実はこれ、国が行う中小企業を支援する事業の採択を受けて開発されました。産業経済振興センターは、事業の実施機関として大学や医療メーカーとの間を取り持つなど支援を行ったのです。信用力というものがありますので、やっぱ県なりが一緒に紹介して媒体になっていただくと、やっぱ相手の反応力が違いますのでね、まあ、それは大きいでしょうね。学生インターン含めてですね、評価していただく、やっぱこれが最終的に市場へ出てくる前の前段としてはね、非常に大きな効果を得られるということですね。そしてよろず支援拠点が担うのは、商品の販路開拓です。中小企業がですね、いきなり大きい企業ですとか、売りに行ってもですね、知名度が低いとかですね、信用度がないということで、これ門前払い食う場合が多いです。ですから、その知名度を高める、信用度を高めるという意味での、まず情報発信の部分の支援というところから入っていくことになるんですね。よろず支援拠点は、企業から相談が来るのを待つだけではありません。これからの中小企業はどうあるべきか、競争力や商品力をどう高めていくかといった内容のセミナーやワークショップを開き、啓蒙啓発活動にも積極的に取り組んでいます。実践的な内容は評判も高く、リピートする受講者も多くいます。羽島郡岐南町の住宅資材総合商社山形屋産業、国内外の営業窓口を担当するのは、戦略企画室の主任、住明子さんです。去年10月、よろず支援拠点が開いた情報発信ワークショップに参加しました。広告費に多くの予算を取れない中小企業が、メディアに無料で取り上げてもらい、効果的な PR を行う方法を学びました。プレスリリースをしたいなっていうのはずっと思ってて、で全く自分たちにないノウハウだったので、とても参考になりました。スミさんが見せてくれたのは、山形屋産業が開発した
藍染めした無垢材の一枚板、深い藍色と美しい木目が特徴の一品です。須美さんはよろず支援拠点の三輪さんから岐阜商工会議所が企画する記者発表会に参加することを提案されました。話す内容の添削を三輪さんにお願いし、発表会に臨んだ結果、多くのメディアに記事にしてもらうことができたのです。そういった記事をご覧になってショールームに来て、お買い上げいただいたような方もお目になります。リリースしたことによってそれが実際成果につながったってことが自分たちでもとても嬉しかったし。人口およそ6万人の土岐市、陶磁器の生産量日本一を誇る焼き物の町です。美濃焼というブランドで様々な商品が作られています。しかしピーク時に比べて陶磁器のメーカーは半数ほどに減ってしまいました。土岐商工会議所、ここに三輪さんの姿がありました。ライフスタイルの変化とか、海外からの安価な製品が入ってくるというような状況の中で、大変厳しい状況、数作ってなんとか利益出すってこういうことですよね。 それなかなかね、もう厳しい時代ですよね。そうですね。行政や商工会議所などから寄せられる相談に対してよろず支援拠点が主導し、一体となって地域の経営課題の解決に取り組んでいます。いろんな課題を一遍なワンストップで対応していただけると、金融面あり、技術面あり、マーケティングの面ありという情報のこういう共有といいますか、そういったものから考えてもワンストップというのがそういった大事なところ。市の産業政策とかですね、地元の商工会議所さんの事業とこれは一緒になってですね、一つのベクトルで進めていかないと、で従来の産業構造からの転換を働きかける、あとは成功モデルをやっぱりさっき示してどうあるべきかっていう方向性を示していく。商工会議所を後にした三輪さんがその足で向かったのは土岐市の窯元一山製陶所。おととしセラキュートと名付けた土鍋を発売しました。本体と蓋の高い密閉性を実現したことで、素材の水分だけでカレーができてしまう驚きの鍋です。セラキュートを開発したのが専務の伊藤義樹さん。伊藤さんはセラキュートに絶対の自信を持っていましたが、高額な商品を売るにはどうすればよいか悩んでいました。そこで三輪さんはこんな提案をしたのです。美味しい料理ができるんですよっていうところを前面に打ち出す。ホームページの見せ方もお鍋というよりは料理を前面に出す、いわゆるしずる感を訴えるっていうことなんですけども、そういうふうにお客さんの感性に訴えるところですね。販売の経験が少ない中小企業が気づかないところをフォローする。今では注文から1年待ちという大ヒット商品となりました。自分がこうしたい、ああしたいということで作っていこうと思ったんですけど、まあ、そういう目線ではなくてですね、お客さん目線で作るとこういうホームページになるよとかアドバイスしていただいたので、大変助かったというかありがたいなと思いました。こういう付加価値の高いものですね、美濃焼もこういう高いものを作れるんだと、新たな美濃焼というブランドを構築していきたいなと思っております。よろず支援拠点の支援はもちろん飛騨高山地域にも及びます。高山市役所を取りまとめ機関としてセミナーや相談会を積極的に開催、伝統産業や観光産業の事業者の支援に当たっています。結構乗ってますね。高山の産業は第三次産業が多くサービス業ですけども、まあ、多くの割合を占めてまして、観光客の皆さんに多く来ていただくことによって、まあ、市内にそれだけのお金が落ちるということですので、多くの方に来ていただいてお金を使ってもらうような仕組みが必要かな。観光客が増えたっていう中で外人が増えてきている中で、じゃあ外国人に見合った伝統産業の商品なのかとかですね、購入するお客さんに合わせたものを作っていかなきゃいけないので、そういったことに対する発想ですとかね、アイデア、また成功事例っていうのはお伝えしていった方がいいなというふうに思います。
では実際に外国人観光客への対応はどうなっているのか。三輪さんが訪ねたのは明治31年創業の老舗そば店。あるユニークな取り組みをしていました。言葉がやっぱり通じないということで、お食事をされるのにも分かりにくいということで、ウェルカムトゥエビスです。英語になってますね。英語、中国語、韓国語でそばの食べ方を漫画にしていたのです。おそばは音を立てて食べるもの、ズズズズ、はいはいはい、こういうのが書いてありますので、紙のベースでですね、各国語対応、ちょうど今のお蕎麦屋さんでもできていますけれども、動画で撮影してそれをネット上に配信するっていうことをやっていくと、お客さんの期待値も上がりますし、それで食べてみたいとか訪れてみたいっていう集客の起爆剤にもなる。そしてよろず支援拠点の支援には地元の金融機関も大きな期待を寄せています。高山飛騨地域の景況感というのは、はっきり言いまして、全国的に見ると非常に厳しい。いろんなお客様に対して個別に、タイムリーにその場に合った、アドバイスをしていただけるということが一番大きいんじゃないかなと。奥飛騨温泉郷という大きな温泉地域を抱えておりまして、その中には約100先の旅館が存在しておりまして、インターネットを通じた販促が必要になっています。そちらがやはり各社苦手としていらっしゃる部分で、そちらの情報発信をやはりサポートいただけるというのは、やっぱりよろず支援拠点さんの特にまだ強みの部分ではないかな。観光業であったりですね、あとはですね、これから創業されるですね、新規創業者の方の相談が多くございます。よろず支援拠点様とですね、一緒に連携していきながら、企業様のさまざまな悩みをワンストップで解決していくこと、これをですね、一番期待しております。岐阜県の企業は作るのはうまいが売るのは下手と言われています。これは産業構造上、大手メーカーの下請け企業が多く、与えられた図面に忠実なものづくりには能力を発揮しますが、自ら創造性豊かに付加価値を高め、情報発信していくことに不慣れであることに起因しています。これから先はこれまで慣れ親しんできた保守的で従属的な発想を転換し、力強く自立した企業へと体質を改善する必要があります。我が国の中小企業を取り巻く産業構造は、大手メーカーを頂点としたピラミッド型から、中小企業が横に手を組み強い連携体を作るシートパイル型へと転換していかなくてはなりません。そのために岐阜県よろず支援拠点は、一つ一つの企業体の強い経営体質を作り、地場産業の業界支援に取り組み、現代人のライフスタイルにマッチした新たな価値を生み出す中小企業支援をこれからも続けていきます。